な感じでしたね。ところで、咲夜さん、私ちょっと考えたんだけど。なんだい？私、向こうに帰ったからって普通に暮らしたりできるのかな。普通にって今まで通りにってことかい？うん、だって私の血を狙ってお化け。別に何でも構わないよ。一応そういう方面の関係者は鬼って呼んでるみたいだけどね。じゃあ鬼。それでね、向こうで別の鬼に狙われたりはしないかな。それなら心配いらないよ。お守りが効いてるはずだから。どれ、ちょっと見せてごらんよ。見せるのはいいけど、お守りって？いや、そうじゃなくて。あんた玉を持たされているはずだよ。多分これぐらいの青い玉。あ、もしかしてこれかな。もしかしてお柱様の？そういえばこれ、お母さんがお守りみたいなものだって。それが K の血を隠してくれているんだよ。でもそれだと昨夜は。連中はね、 K が覇刀の血の持ち主だって知っていたから狙えただけだよ。じゃあ私は安全？いや、今まではともかく、これからはどうだろうね。でもお守りあるし。こいつは近々電池切れになるらしい。あと何ヶ月と持たないだろうね。電池切れ？お守りって一生ものじゃないの？ですね、1月15日には神社の境内で去年のお守りやお札、それから松飾りや書き初めなどなどを燃やしたりしますね。あ、賞味期限たったの1年。ちなみにこの行事を詐欺中、もっと一般的には爆竹と書いてどんどと呼びますね。あ、お団子焼いて食べるどんど焼き、
私お団子は好きだけど焼きみかんはちょっとどうかなって思うよ。焼きみかんですか。私は食べたことないです。とまあそれとは話が違うんだけど、この玉に織り込まれた力が枯れかかっているんだよ。新たに力を織り込まないと効果のほどは期待できないね。だとすると、私一生隠れ鬼しながら生きていかなきゃいけないの？その充電みたいなの咲夜さんできない？見ての通り、私らは体力仕事担当だから。オサならできたかもしれないけど、60年ほど前に他界してるし、基本的には餅は餅屋だし。さーてどうしたもんかね。心当たりがないわけじゃないけど、連中に借りを作るのはごめんだし、よし、とりあえず今日明日で蔵でもひっくり返してみようかね。蔵？加藤は1000年以上続いてる由緒正しい二重の血筋だからね。そのお守りの力も何度も織り込み直されているんだよ。だから何か書き置いてくれていれば何とかできるかもしれない。何とかならなかったら仕方ないから、心当たりまで頭下げに行ってやるよ。本当に嫌なんだけど、不肖不肖。お手数かけます。別にいいんだよ。あんたと私の命の重さに比べればそれぐらいは軽いもんさ。咲夜さん、咲夜さんはその重い命をかけてさっきは助けてくれたんだよね。同じぐらいの重さをかけなきゃ重い方に引きずられるだろ。咲夜さんは本当に私のこと考えてくれてるのに、朝なんかすごく生意気な口聞いてごめんなさい。だから別にいいんだって。ああいった称賛もそれなりにあってのことなんだから。ゲー、過ぎたことでしおれてるんじゃないよ。さて、それじゃあ作業に当たる前に腹が減ってはなんとやらだね。あ、もうお昼回ってるんだ。それはもうとっくですよ。私はともかく、Kはもう腹ペコだろ。そんなんじゃ出る元気も出ないものだよ。それでは用意をしますです。しからばごめん。ちょいとお待ち。用意って、また缶詰と栄養調整食品かい？腹ごしらえはできますよ。できるだろうけど、2食立て続けだった時点でとっくに飽き飽きしてるんだよ。あんただってもっといいもの食べなきゃダメだ。ダメですか？少なくとも私ほど大きくはなれないね。だはは。
考えてませんよ。じだからね、サクヤさんが羨ましいなとかそんなことは全然。とりあえずそういうこと考えられるなら心配いらないね。それはともかく、ケイだってちゃんとしたものが食べたいだろう。私は別に、その、やっぱりそろそろ白いご飯が恋しいけど、でも言っとくけど、満腹感を味わいたいなら栄養調整食品に手を出すのは危険だよ。80グラムポッチに400キロカロリーも詰まってるからね。ねえ、つづらちゃん、400キロカロリーってどれぐらい？ご飯とお味噌汁でだいたい300キロですね。納豆追加でプラス50キロ、残り50で焼き魚なら半身つけられそうな感じです。それだけ食べられるなら普通に食べた方が嬉しいかも。じゃあ決まりだね。とにかく私が車出すから。と、そうそう、食事の前に風呂に寄るから、各自着替えの用意をして5分後に玄関に集合。いいね？各自って私もですか？私は留守番してますから、どうぞお二人でごゆっくり楽しんできてくださいませ。あれ、つづらちゃんは行かないの？その、お花はお店に入れませんので。動物出入り禁止なら車に乗せときゃいいんだから、つべこべ言わずに来るんだよ。そういうわけで、こいつの身柄は預かった。レバーを食べ。私レバーは苦手。苦手でも何でもいいけど、とにかく注文しとくから、残さずきちんと食べるんだよ。くれるって理由でそういうことするなら、私自分で払って好きなもの食べるよ。おやおや、さっきの塩らしさはどこに行っちまったんだい？それとこれとは話は別だよ。一人暮らしの特権として私は偏食してるもん。へえ、偏食してもいいんだ。個人の責任と権限において。ほほう、言ったね。言いましたとも。それじゃあ私は。
そうだね。この先 K の血だけで生きていこうかしらね。一緒の食事は味もヘタクレもありませんよ。む、そうきたか。でも咲夜さんのこと好きだからその条件には当てはまらないよ。ちょ、ケイ、食べる食事は美味しいかもしれませんね。少なくとも嫌いじゃない人と嫌いじゃないものを食べるのは一人よりいいかもしれません。やっぱりつづらちゃんもそう思う？さくやさんはお気に召さないようですけど、昨日の夕食は美味しかったですから。ところでさくやさん、今日の晩ご飯はどうしようか。あんたね、これから昼を食べるって時になんでいきなり夕食の話になるのさ。何か買って帰るならお惣菜屋さんとか探さないといけないんじゃないかなって。晩ご飯のこと忘れて帰っちゃうとまた昨日と同じメニューになっちゃうよ。そうだね。よし、今晩は私が腕を振るうことにするよ。なんだ一体その反応は。だって咲夜さんお料理できるの？私今まで見たことないよ。見せる機会がなかっただけだよ。あんたのところに遊びに行っても真由美が全部やっちまうから出番なしさ。だってお母さんお料理上手だったもん。その真由美に料理を叩き込んだのは恵美子さんとこの私だよ。